今回も始まりました、吉原康太のあいつ。今月もやります、吉原康太のあいつに注目。ゲストは前回に続き笑顔がキュートなルーキーの高峰智樹と、プロ6年目の進藤亮介、ユース時代からの仲良しコンビです。前回はお互いのことをどう思っているのか、フリップトークで盛り上がりました。その後半戦です。相手のここ俺好きだなってとこ、はい、ね、いいところじゃなくて、好きなところ、うん、好きなところ、なるほどね。あ、どうぞ高峰選手お願いします。雰囲気ざっくりざっくりきたね。すごい、新藤くんって一緒にいると楽なんですよね、やっぱり。うーん、そうです、まあ、一緒に何の褒め言葉だよ、それ。そうです、無言でも、無言でも場が何も和むというか、はい、気まずくならないんで、うん、なるほどね。そう、雰囲気いいですね、新藤くん雰囲気。あ、そういう意見は、はい、あの金子選手からも届いてますでしょでしょ、僕の元に届いてます。接しやすい、はい、接しやすいっていうね。 なんでだろうね、そういうオーラが出るのはね。あんま気使ってほしくないっていうのはあるかもしれないですね。特に後輩とか年下の、ね、選手とかにね、あります。それは逆に気使いそうだもんね、進藤選手はね。いや、僕はあんまりね、気遣いできないんで、逆に、なんだと思うけど、わかる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 、そうなんですよ。なんで、ね、逆に、そう、その分後輩にも別に気遣ってほしくないっていうのは、ね、なるほどね。ありますね。じゃあ進藤選手お願いします。多分みんな思ってると思うんですけど、はい、代わりにイエローをもらってくれる俺が全部背負うんでね、イエローは、うん、っていうのはあります。代わりに、はい、で結構あの激しくいくのがモッチャージなんで、まあ、結果的にイエローだったりとかもらうシーンがね、うんうん、あるので、僕もね、何回か、まあ、練習中とか、まあ、遊びでふざけてね、ちょっとこう体ぶつけ合ったりとかした時ですら僕の足踏んできますからそれ今日の出来事、まさに今日なんですよちょっとふざけてウェーとかやって肩あの、ね、ぶつけ合ってたらすげえ足踏まれて遊びだったんですけど、まあ刀剣と言われてますから、あれは、ね、それぐらい熱いんだね、高峰選手ね。まああとはね、飯食った時に僕の悪口に付き合ってくれるとことかね、チームメイト話は聞けるんでね、進藤選手の愚痴をね、うん、そうっす、うん、例えば誰にやめ言ってないですよ。誰に言ってそうだろうな、進藤選手だったら。コウタさんが止められて、誰止めるんですかこの流れまず誰がブレーキやるんですか。27番ぐらいにはちょっとありそうだな。アクセル聞かすな、コウタさん。ありそうだけど、はい、じゃあ次、相手に直してほしいこと、あんまりないと思うんですけども、この癖強いから直した方がいいんじゃないとか、何かありますか。いや、あったけど言っていいのか分かんないけど。いや、全然全然、編集もできますから。あ、そうですね、じゃあ、うん、ちょっと言わせてもらいます。進藤選手はかけました、あの、うん、うん、またこれもみんな思ってるな。はい、どうぞ。あの、トモキの買った車がでかすぎて寮の駐車場がめっちゃいいそれね、ごっついの買ったんでね。確かに大きいの、大渋滞ですよね、買いたがるね、選手ってね、大きいの好きです ね気軽にね、寮でご飯食べられないですからね、今車止められなくてはみ出ちゃうもん、うん、そんなでかいんだ。でもいい車です、はい、高峰選手、はい、じゃあ乳首の高さが左右で違う、治らんてすごいな、あれは。え、合わせてみて、今高さあれはれそんな上げんの、そんな上げん、合わせて合わせて、どっちこうか、こんくらいしないとめっちゃ笑うけどそれ面白いな。いや、これ編集してください、ね、これダメだったら。いや、大丈夫でしょ、乳首で大丈夫ですよじゃないですよ、アクセル踏むなブレーキやってください、コウタさんも
いや面白い面白いな。それはもう昔からね、やめろと。最近なんかね、最近気づいたんですけど、はい、あの、まあ、筋トレとかももちろんするじゃないですか、うんうんうん、で筋トレやっぱ体の歪みってね、それぞれやっぱ人に必ずあって、はいはい、で僕左の胸筋がすごい発達しちゃって、はいはい、左だけなんかすごい乳首が高くなってまあでもね、左の胸筋の方が心臓があるからね、大きくなるね。そうなんですよね、うん、でもそれ常識の範囲を超えてるんで僕は右のね、右の胸筋鍛えまくって合わせなさい。そうなんですよ。もう追い越しちゃおう、追い越しちゃおう、もう追い越すぐらいでやらないと。熱っていうのはありますね。それ面白いな。拍車をかけてもう左がもう大丈夫。そうなんだ。大丈夫これ死んだ。まあいずれね、いずれバレるかでね。ゴールパフォーマンスできたね。ね、ゴールパフォーマンスこういうの。なんで乳首見せたけど。すごいすごい。2人の仲良しトークいかがでしたか。最後にサポーターへメッセージをいただきました。スタメンに出る試合を多くしたいっていうのと、うん、まあ、スタメンを奪いたいですね。ボランチチームの人たちからぜひ一緒に戦ってください。応援よろしくお願いします。今年特に短いシーズンなので、もうあっという間に終わってしまうと思いますので、しっかりとこう僕らの活躍っていうのを目に焼き付けていただいて、僕らそれに結果で応えられるように頑張っていきたいと思います。今後もこの2人に注目です。チャレンジコンサドーレ、次回もお楽しみに。